第3次吉田第一次改造内閣は、衆議院議員、自由党総裁の吉田茂がル第49代内閣総理大臣に任命され、1950年6月28日から1951年7月4日まで続いた日本の内閣である。前の第3次吉田内閣の改造内閣である。日本国憲法施行後初めて内閣改造によって発足した。 日本の憲政史上初の改造内閣である。1950年6月28日任命。在職日数372日。1950年6月28日留任。1950年7月12日任命。内閣発足当初。日本国憲法第68条で規定された内閣総理大臣の国務大臣任免権による初の内閣改造である。 第2本帝国憲法及び内閣官制では総理大臣に閣僚任免権がなく実例として第3次、この絵内閣は第2次、この絵内閣の外務大臣松岡洋介を更迭するために内閣総辞職対面効果という手段を用いて成立した。1950年6月17日、アメリカ合衆国国務省顧問のジョン・フォスター・ダレスが 対日平和条約の交渉を行うため来日した。ダレスは、マッカーサー元帥と会談の後、対日講和を実現する時期の到来を確認し、ついで同年6月22日に、吉田茂首相との会談を皮切りに、民主党の戸辺地吉造最高委員長、日本社会党の浅沼稲次郎初期長らと会談し、日本側も、講和条約締結の機運が上昇していく。 一方、同年6月25日には、北朝鮮軍が北緯38度線を越境し、韓国に侵入し、朝鮮戦争が勃発する。吉田首相は、サンフランシスコ講和条約締結と、朝鮮戦争に対処するため、第三次、吉田内閣の強化を図る必要があった。また、与党の民主自由党内では、 広川博自前幹事長に対して王の万木派の攻撃が過激になり、広川幹事長を更迭した。さらに、山崎主犯工作事件以来、礼遇されていた山崎武史元幹事長などの民事党長老の吉田に対する反発を和らげ、党内融和を図る必要もあった。本改造内閣はこれらの背景をもとに発足した。ありがとうございます。